茂木健一郎は、日本の脳科学者。ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員。学位は博士。身長171センチメートル。血液型大型。東京都中野区に生まれ、生後間もなく転居した埼玉県春日部市で、中学時代まで育つ。東京学芸大学教育学部附属高等学校、東京大学理学部、同法学部を卒業。 クオリアをキーワードとして脳と心の関係についての研究を行っている。また、脳と神経に関する一般読者向けの解説書を多く執筆し、テレビ番組や雑誌、週刊誌など、マスメディアで積極的に活動している。多数の出版物があるが、その9割は書きたくない本と言明した上で、意識の探求がライフワークであると。 丸劇トークオンディマンド第938回で述べている。幼少期から蝶が大好きで、小学生の頃に日本林子学会に入った。イギリスやアメリカのコメディも大好きで、BBC をはじめとするコメディをよく見ている。日本のお笑いも好きで、東京の寄せやナンバグランドヶ月に何度も通っている。蝶の採取のため、 幼少期から朝時間を有効に使う習慣があった。幼少期から蝶の採取のために毎日走っていた。それ以来走ることが習慣になっている。一人の人間としてバランスを保つために走ることは欠かせないと発言している。自身の YouTube では旅ラン動画を投稿している。33歳の陶器から髪は自分で切っている。天然のパーマであり。 パーマをかけたことはない。2010年10月からカスカベ新前大使を務める。2009年6月から佐々木香織が主催する表参道カレッジの学長を務める。2013年7月から鳩山幸夫が理事長である東アジア共同体研究所において理事を務めている。2014年にイヤカンボンが書店にずらりと並んでいる状況に日本は 受け化しているんじゃなくて、愚鈍化しているんだよとカッパの声を上げた。小学校5年生の頃に、アインシュタインの電気を読み、科学者を志す。博士課程の頃、数学者、ロジャー・ペン・ローズのザ・エンペラーズ・ニュー・マインドを読み、脳科学の道へ進むことを決心する。31歳の頃、電車の中で、周波数などの数値を、いくら分析しても、ガタンゴートン。 という音の質感にはたどり着けないことに気づき、クオリアの研究を決意する。普段は、脳科学や、それに関連するテーマである、人工知能などを研究している。現在の研究のメインテーマは、意識であり、最終的には意識の謎を解明したいと考えている。博士論文は、マセマティカルモデルオブマッスルコントラクション。博士論文は、グラフ変換法によって、 反応ネットワークの性質を解析したもの。その後、グラフ変換法は、非対称結合神経回路網の解析に応用される。クオリアも含んだ全ての現象を扱いうる、拡張された物理学を志行している。概要、今、ここの意識は、今、ここの体験から生まれると考えることが重要だとしている。例えば、 色の知覚についての科学的知識をいくら集めても、色を経験するという直接的な体験には至れないのである。よって、統計的手段では本質的な意識の解明にはつながらないとしている。また、従来の意味での自然科学のみでは解明できず、すべての人類の営みを総合した、総合的文化運動の結果としてのみ解明が可能だとしている。 詳細神経科学における事実上のセントラルドグマである反応選択性の概念では心脳問題を解決するには不十分だと主張し認識におけるマッハの原理や相互作用同時性といった概念を提案している。両目視や闘争、マガーク効果、神経細胞の自発的活動についてのモデル、身体イメージ。 不確実性の存在下での選択などに関する論文を発表している。現在意識研究はしているものの、その本当の本ちゃんの部分については約20年間にわたって進化がないため、1997年からは長期休暇中であると2016年12月に述べている。16年ぶりの書き下ろしでクオリアと人工意識を書いた。 アハ体験とは、分かったぞという体験を表す、英語圏で広く使われている言葉であるとともに、人間の脳の不思議な能力を表すキーワードである。類似の言葉として、ひらめきや創造性がある。アハ体験により、0.1秒という短時間で脳の神経細胞が一斉に活動し、世界の見方が変わってしまう。 アハ体験をするためのプレイステーションポータブル向けゲームソフトソニーコンピュータサイエンス研究所モテギケ一郎博士監修脳に開館アハ体験が2006年6月22日にセガから発売され同年11月30日には続編のソニーコンピュータサイエンス研究所モテギケ一郎博士監修脳に開館みんなでアハ体験 も発売された刺激は、著書、プロフェッショナルたちの脳活用法において、NHK のテレビ番組、プロフェッショナル仕事の流儀などにおける多くの、プロフェッショナルとの対話から、彼らの成功の一員として、赤はベースを紹介している。日本語に訳せば、安全基地となり、悩んだり迷ったりした時に、避難できる場所という意味であり、これが、人間のやる気と深く関わっているという。 東京工業大学のモテギ研究室やソニーコンピュータサイエンス研究所のノーグループ、東京芸術大学での出会いが多い。ここでは特に交流の深い人物を挙げる。刺激が東京芸術大学に勤めている際に出会う。2017年4月11日、モテギの元から独立した。モテギの著書、東京芸王物語の主人公、ジャガーは、 上田匠がモデルとなっている。モテギの著書である、モテギ健一郎監修脳が元気になるダイアリーや、痩せないのは、脳の性のイラストは上田が担当している。現在、アーティストアートディレクターとして活動中。東京工業大学のモテギ研究室で研究を、していた。認知科学者であり、茂木らと、脳と創造性に関する講義を行った。モテギの一番弟子。 ソニーコンピュータサイエンス研究所の脳グループにて出会う。脳とコンピュータはどう違うかは、モテギとダヤの協調である。現在、慶応義塾大学にて脳研究を続けている。東京国税局の税務調査を受け、2008年までの3年間で約4億円の所得の申告漏れを指摘されたことが2009年11月に報じられた。刺激は、 給与所得と雑所得を合算して納税額を確定させ居住地の税務署に確定申告する必要があったが2006年から2008年まで全く申告を行わず厳選徴収分を除いた所得税を納税していなかった2、3年前に税務署から申告を求められたが申告をせず税理士に税務処理を依頼することもなかったという 所得税の追徴税額は1億数千万円に上る。読売新聞の取材に対し刺激は、確定申告をしなかった理由を、に、3年前に本や講演などの雑所得が自分で申告するスケールを超えてしまった。地元の税務署の人には早くした方がいいと言われて、しますと答えていたが、仕事に追われて、全然、書類の整理ができずに、 申告する暇がなかったと説明し、その意味では申し訳ないと述べている。知り合いの税理士はおらず、税理士に依頼する暇もなかったとしている。申告に必要な年収額が、普通預金の預け入れ残高という形でしか、把握されておらず、経費計上用の領収書が一部しか保管されていなかったという。公式ブログでは11月11日に、 今後はきちんと処理をしてまいりますと謝罪している。経済学者の野口幸男は所得の申告漏れについて格別強い怒りを覚えた税理士に依頼しなかったとすればその時点で脱税の意図があったと考えざるを得ないと批判している。エルゼビア社が運営するスコパスによれば模擬県著者 ID。 85億9963万1600による論文は23件に上り、引用回数は合計15回で、H インデックスは2である。Google スカラーによれば、H インデックスは 5,i10 は0、引用回数は109である。ありがとうございます。